ちはみんな有能なの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、今回は生活感を重視したクレイドル村に行ってみたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。はい、いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでクレイドル村に出発。はい、クレイドル村に到着。え、すごいんだけど。夢の世界へようこそ。あなたは今クレイドルという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のクレイドルの世界をご堪能遊ばせ。めっちゃ立体的。超立体的。いいねいいね。おー、びっくりした。ちょっと待って、まだ目覚めません。今夢の世界に来たばかりです私。はい、それじゃあ、あ、なるほど。なんか動物と人間でこう場所がちゃんと、家の場所が分かれてあるんやね。ふんふんふん。さあそれじゃあ、ん、なんかここに落ちてある。見てこれ、これ何、紙袋。中身はわからないのか。中身は、え、地面に置くしかない。これって開けれんの？あ、そういうこと？夢の世界にある紙袋は、なんかよくわからんってこと？キャンプ、かわいい。看板かわいいんだけど。いいね、いいね。あ、こっちの？あ、なるほど、なるほど。そしてなんか、ハニワたちが大量に。ハニワたちが大量にいるんだけど。これはなんだ、見守ってくれている感じなのか、ハニワたちが。あ、こういうなんかちょっとした池とかもすごいいいね。これ、池の中心部にちょっと遺跡がありますよ、みたいな。綺麗じゃない？こういうの。ね、よきよき。お、そして、あ、ここに着替えがあるのね。なるほど、なるほど。これは、メガホンか。なるほど。これは、こっち側が男の子ってことかな？兵隊ズボン。ふんふんふん。こっちは？ジャンパースカート。なるほど。多分こっちが女の子の一式やと思うけん。はい、着替えていきましょう。これは多分、赤いウサギ風船。なるほど、大丈夫なやつやね。はい、着替えます。赤いうさぎ風船あるけど、私はちょっとこの、お花の傘の方がいいかなと思うので、こっちで行きます。いいね、いいね。めっちゃ可愛いね。はい、ということで、あ、落とし物が落ちてあるよ。大丈夫？そしてそこ、お、ベルの木が。いいね、いいね。どうも、ゆりきちさん。自由は黒き翼のもとに。え、なに？どうしたの？どうしたの？自由は黒き翼のもとに？なんかのセリフなんかな？ゆりきちさん。ゆりきちさんはね、村長さんで、一応結婚してるらしいです。結婚していて、料理、DIY など何でもこなすスパダリと住んでる。スパダリってあれよね？スーパーダーリンってことよね。だけど、そんなスーパーダーリン、これかい、そのスパダリとは。と一緒に住んでいるにもかかわらず、この村のアイドル、ジュンくんの大ファンだと、早速そのジュンくんの写真が。ジュンの写真。9月29日生まれの天秤座。好きな言葉は、一期一会。一期一会と言いつつ、この村に住み着いてしまったわけですね。なるほど。そういう感じなのね。まあ、そして、まあ、ジュン君の家の右の窓から毎日覗いて愛の告白をしているらしい。ということは、多分お隣さんがジュン君っていうことなのかな。はい、左の部屋へ。
ここはなんか倉庫的な感じ？あ、なるほど。ダーリン。これね。まあ、DIY もするって言ったもんね。え、すごくない？だって料理 DIY なら何でもこなすスパダリと住んでる。めっちゃいいやん。え、私にもそんな旦那さんが欲しいんですけど、何でもこなしていただきたいんですけど、ちょっと私が何もできない分。素晴らしすぎるわ。まあ、ジュン君のことはあれやろ。多分、ジャニーズアイドルを追いかけているがのごとく。多分、そういう感じで、キャーキャー言える感じなんじゃないかなと。そしてね、ほら、本とかも読んで、素敵なダーリンなわけですね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あー、料理もこなしてる。料理もこなしてる、素晴らしい。で、ここで、まあ、旦那さんが料理をしてくれて、てか綺麗だな、キッチン。え、素晴らしくない？このキッチン。めっちゃいいやん。で、できたのがここに並んである、この朝食。え、めっちゃいいやん。朝からこんだけね、きっちりきっちり作ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。これ思うんやけどさ、この右側のやつ、あれはゆで卵ということでいいんかな？ね、あの丸っこいやつ。細かくあんま見たことなかったけど。めっちゃいい。朝から健康的。はい、そして、右の部屋へ。で、こっちは、ま、お風呂場と洗濯。うんうん。あ、トイレもね。全体的にすごい清潔感が漂う感じよね。なんか白と黒が基本的にメインなんかな？基調とされとる感じ。でも別に、なんていうん？こう、ちゃんと色味もこういうところでね、あるし。いいな、いいな。村長さんも、ゆるきちさんもちゃんと家事はしようかな？それとも、もう旦那さんが主婦としてみたいな感じ？もう一応、なんやろ、村の村長さんが、村長ってさ、村長で収入があるっていうことなんかな？そういう仕組みか私いまいちわからんねえけど。まあなんか、ゆるきちさんが村長さんとしてちゃんと収入があるけん、旦那さんは主婦でやっていけるってこと？それとも仕事は仕事で別でしようかな？旦那さん。だとしたら本当にスーパーマンやね。やばい。はい、そして上の階では、ま、これ旦那さんよね。普段着ってことかな、これ。ラフな感じの格好で。ペットの犬にも好かれているんだね。素晴らしいわ。多分ペットの世話もやってくれよんやろよね。ここが夫婦の寝室ってこと？ふんふんふん。ま、ダブルベッドやしね。そしてここが、ま、クローゼット。ウォークインクローゼット的な感じ。で、ここにアクセサリーとか、まあ、多分この辺はゆるきちさんのやと思う。このパソコンはどっちのかな？旦那さんかな？まあ、何かしら作業で使いようかもしれんね。趣味はカメラですか？いいね。なんかそういう本当に何でもできる感じ。で、ここで、テレビを見ながらリフレッシュ。まあ、なんか、バラエティ見たり、ドラマ見たり、でもニュースとか見てそう、旦那さん。いいね、いいね。はい、そして地下へ。お、ここは庭か。いいやん。え、スポーツもできちゃう系ですか？本当に何でもこなせるね。さすが。さすが。なに？庭先でキャンプ？なんかそういうの楽しそう。てかなんかテント張って、その中で生活みたいなめっちゃ楽しそうじゃない？私やったことないんよね、そういうの。てかテントを張って中に入るみたいな経験がないけん。いや結構さ、何？ホームセンターとかで、秋とか、キャンプとかの時期ってさ、こうテント張っとったりとかするやん。なんかめっちゃ楽しそうでさ、ワクワクしてちょっと中に入ってしまうよね。いいね、いいね。そういうことができるスペースがあるっていいよね、すごい。やっぱり村長はお金持ちなんだな。どっちだ？こっちか。上がる方向がわからなく。はい、そして言ってた、ジュン君の家の右の窓から毎日覗いて愛の告白をしている。あ、でも、あれよね。ジュン君の家、ってか、窓の右側、
あ、そっか、動物は別のエリアになっとるけん、わざわざあっちのエリアに向かって行って、っていうことか。そういうことか。なるほどね。はい、ここの家の人は？いますでしょうか？ん？いらっしゃらなそう。さっきここにおったのは？ゆるきっちさんかな？ぽいね。あ、二人揃ってメガネなんやね。なるほど。今、黒縁メ、う、ねえ、見て！あっち岸さ、全部金のバラじゃない？やばー！すごーい！素晴らしいやん。何気に。え、ここ？あ、ここよね、真ん中。あ、黒縁じゃなかった、赤縁やった。赤縁メガネのゆるきちさん。はい、お邪魔します。あ、いたいた。どうも。ようこそ、クレイドルへ。ゆりすけくんは、多趣味な大学生らしいです。多趣味な大学生、確かに多趣味そう。てかなんか、おしゃれ男子って感じやね。絶対友達とか多い。絶対友達多いし、普通に彼女おると思う。こんな置物家に置く人います？やばくない？ほら、スノボーとか、スノボー？スケボー？スケボーかな？とかも乗りこなしてさ、バイクも乗るんやろ？まあ、可愛い感じやけど、バイク。でさ、ゲームとかもいろいろやって、ビリヤードとかもやってしまうと。で、本も読む。ダーツもやる。超かっこいいやん。でも結構なんか大学生ぐらいになったら、ね、趣味はダーツですっていう男の子結構おるんよね。え、ダーツなんか全然やらねえわ。ダーツをやるような場所に行かんねん。あ、でも最近あれか。なんかこう、複合施設、カラオケだとか、ビリヤードだとか、ダーツとか、一緒になっとるようなとこって結構あるよね。はい、それじゃ左の部屋へ。お、こっちは結構さっぱりしとる？ここはキッチンか。キッチンやね。なるほど、なるほど。見てこれ、食材置き場が別になっとるよ。すごい。なるほど。食材置き場が別になって、なんか本格的にパンとかこねちゃう感じですか？もしや。この樽がちょっと気になるんやけど、何？もしかしたら中にワインが眠っとったりとかする？多趣味やもんね。ちょっとワインもたしなんどる可能性が。かと思いきや、なんか、ねえ、めっちゃなんか地味にカップ麺が置いてあったりとかするんやけど。まあ、多分、これどの年代も男の子はカップ麺とかすごい好きなはず。で、私の偏見。私も好きやけどね、カップ麺。美味しいよね、手軽やし。そして、まあ、おしゃれなコーヒーとパン。はい、そして奥の部屋へ。お、チワワカイオンやん。かわいい。村長さんも飼っとったよね。犬2匹。2匹なのかな？ 3 匹？あれ、1階におった犬と2階におった犬は一緒？別？え？いつか宇宙へ、みたいな感じ。夢はいつか宇宙へ。とりあえず宇宙服だけ買っておきました、みたいな。絶対高いと思うけど。これ、観葉植物も育てよるよ。本当に多趣味。なんか、こんだけいろんなことやりよったらさ、何かしら忘れそうな感じするけど。あ、植物に水やるの忘れちゃった。みたいな。漫画も読むのね。うんうん。漫画か、最近全然読んでねえや。一時期ジャンプの漫画めちゃくちゃ読みよったんやけどさ、まあ、なんか最後まで読み切る前にちょっと読むのやめてしまったな。ただ続きは気になっとる。ただ続きは気になっとんやけど、眠くて寝てしまうんよね。パソコンでも、パソコン2台持ちだと。2台持ちだと。デスクトップ型と、ノートパソコンってこと？へぇー。そしてなんか地球儀とか、これ星座早見のやつやろ？星座のやつとかいろいろあるんだけど。え？なんなのなんなの？うわ、家の中に試着室、おしゃれだな。ファッションにも興味があると。まあ、おしゃれな感じあったもんね。うんうん。サイクリングもするの？へぇ、めっちゃかっこいいやん。どうしたん？え、どうした？このクレイドル村の男の子たちはみんな、有能なの。ゆりきちさんの旦那さんといい、ここのゆりすけくんといい、有能すぎないかい？みんなこの村に旦那さん捕まえに来よう、ちょっと。
はい、そして右の部屋へ。お、右側は、あ、え、トレーニングジム。家の中にこんな設備まで整って。なるほど、体もきっちりと鍛えて引き締めているわけですね。素晴らしすぎか。マジで素晴らしいやん。どうしたどうした。そして、まあ、ジムというか、まあ、こっちで汗をかいた後は、お風呂場で、さっと、綺麗にして、いいね、いいね、いいね。あ、で、水分補給もここでね。ウォーターサーバー。絶対モテモテやな。絶対超絶モテモテやな、この子。はい、そして2階。お、音楽までたしなむ。音楽までたしなんじゃう？なんかサインめっちゃあるんだけど。え？もしかしてさ、これなんかショーケースの中に飾られてるけど、有名人のギターとかじゃないよね。サインと共に。やとしたらすごすぎるんですけど。そしてこんなね、機械まであるっていうことは自分で音楽作ったりもするってことやろ？すげえ。すげえ。バンド組んどったりとかするんかな？めっちゃかっこいいやん。きっとこれ、ねえほら壁とかもさ、防音になっとんやで。へえ、かっこいいね。で、ここで、ま、ジュースとかコーヒーとか飲みながら、その音楽を聴くと。ふんふんふん。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。しかし、ギターケースの中にお金があったね。家で音楽を披露して、もしかして友達とかからお金を取り寄る感じ？え？何？どうした？トイレが。トイレがおしゃれ。しかし、落ち着かねえ。これトイレですか？トイレめっちゃ広いしさ、なんか一部屋。一部屋丸ごとこのトイレの個室？そしてめっちゃ水の中なんだけど。あ、トイレで本読む感じ？あ、結構あれよね。トイレで本読む人ってさ、男の人とか多いんかな？うちの親だけかな？あ、でもなんかあれよね。世の中のこう、お父さんとかってトイレの中で新聞読むよっていうイメージがめっちゃあるけん、そういう感じ？はい、それじゃあ。あ、お隣さんの、どうも。小説家やってます。このわさびちゃんは、まあ、サンリオ好きな小説家らしいです。小説家か、かっこいい。お邪魔します。入った瞬間にサンリオが溢れとんかと思ったらそうでもなかった。なるほど。ここはもう真面目に真面目に。いろんな本を読んで自分の小説の参考にしよるっていう感じかな。なるほどね。やっぱり、趣味部屋と仕事部屋はちゃんとこう分けとる感じなわけですね。こういうところで多分、あれなんよ。編集の人とかと打ち合わせしたりとか。なんか私、漫画家さんの話とかはよく、その漫画の中で書かれとったりとかするけど、小説家っていうのも、なんかその編集さんとか、いろいろあったりするんかな。よくわからん。よくわからんけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。もうなんかもうやっぱり小説家というだけあって、自分も多分本を読むのが好きなんやろうね。なんか家の至るところに本が所狭しと、あ、これは没になった、没になった文章ですか？なるほど、なるほど。やっぱりこう、行き詰まったりとか、あーみたいな、くしゃくしゃくしゃぽいみたいなって、実際にあったりするんかな。こういうところでちょっと一息つきながら、紅茶を飲んだり。これカウチやけん。ちょっと横になったりとかもね。一休み大事。頭を休ませるのは大事よ。はい、そして、奥の部屋へ。え、キッチンめっちゃおしゃれなんだけど。え、キッチンめっちゃおしゃれどころか。やばくない？
自宅でさ、自宅でケーキバイキングと、アイスが、アイスのケースが、やばいやばいやばい。あれなんかな、やっぱ小説家、売れっ子小説家ってことかな。多分これ絶対自宅にさ、料理人とかパティシエみたいなのおるって。超かっこいいんやけど、ほら、めっちゃおしゃれなもん食べおるし。やばー。いいなぁ。いいなぁ。じゃあ私、お友達になってお近づきになろうかな。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側を、お、すごーい。見てこれ。もう自宅でさ、映画を見る感じの環境がすごい整っとる。超かっこいいんやけど。もしかしてこんな素晴らしい、なんていうん？こういう施設を整えて、ゲームをするっていうね。Wii U。なるほど。でも音響設備とかもすごい良さげやしね。めっちゃいいやん。超いいやん。もうポップコーンまで用意しちゃって。あ、音楽とかもするんや。趣味ピアノとかかな。いいなぁ。めっちゃ女の子らしいやん。もう小さい頃からのね、女の子らしい子は、みんなピアノができるっていう。はい、そして2階。お、2階はもう、自分の私室っていうことで、もう大好きな大好きなサンリオで溢れているわけですね。これあれかな？わさびちゃんかな？お団子にしとるね、髪の毛。外によったわさびちゃんはちょっとツインテールやったけど。いいやん。ポンポンプリンのテレビもあるし、ケロッピーの格好しとるし。ポンポンプリンがメインで好きなんかな？で、シナモンのメニューボードとか、キティちゃんの椅子。これキキララのやつかな？テーブル。そして、シナモンの、このテーブルセット？ソファー。ソファーと椅子のパラソルもそうやし。やっぱ自分のこう、ね、個人的な空間っていうのは、可愛く可愛く。今まで全部大人っぽい感じでまとめとったもんね。やっぱ仕事の空間と、個人の空間は違う。そして犬を2匹飼ってる。みんな犬飼っとるね。そして思ったのがみんなメガネかけとんよね。はい、そして、地下へ。お！は！ジュンくん。まあ、村のアイドルって書いとったけんね。やっぱり村長さんだけじゃないんやな。狙っとるのは。狙っとんかどうかわからんけど。こんな感じで。毎日、ここで洗濯物を回して、まあ、回しよる間は音楽を聴きながらジュンくんに思いを馳せると。いいね、いいね。まあ、で、このクレードル村、まあ、全体的に生活感をこう押し出してるみたいなことを言ったけど、まあね、必ずこうやって全ての家にトイレとお風呂、ちゃんとこう生活できる、最低限生活に必要なものとかは全ての家に備わってる感じなんよね。なるほど、なるほど。やっぱとにかく綺麗さ、とにかく可愛さみたいな村は、まあ、なんかトイレとかお風呂とか省いとるような家もいっぱいあるけど、この村は、綺麗にしつつ、生活感はちゃんとあると。まあ、テレビもあるし、トイレに、お風呂に、キッチンに、ね。はい、そして、なんか一箇所、一軒だけね、離れたところにある家が、どこだ？こっちか。はい、離れたところにある家が、あ、どうも。家康くん、弱い奴に興味ないから。怖い。この家康くんはお金持ちだけど趣味でパン屋さんをしているらしい。かわいいやん、趣味。まあ、お金持ちでもね、やっぱちょっと自分で働いてみたいとか、まあ、お金持ちやけんこそでかいな家。お金持ちやけんこそ、ちょっとなんかいろいろやってみたいこととか、やろうと思ったらできるけんいいよね。ほ、もう入ってすぐに彫刻が置いてある。そして犬たちがのびのびと。うんうん。もうこのね、下のラグとかも、
すごいお金持ちって感じやもんね。私にはちょっと価値のわからないような彫刻とかもいろいろと飾ってあるし、高そうな絵なんだろうなって思うけど、やっぱり私にはわからない。何が描かれてあるんかもちょっといまいちよくわからんねよね。何かしらテーマはあるんやろうか、あの絵に。そして高そうな時計。はい、それじゃあ左側の部屋へ。あ、これやね。家康くんが趣味でやってるパン屋さん。もう趣味の域を超えてる気がするけど。まあでもいいよね、お料理男子。お料理男子って言ってもすごい高等な感じやけど。めちゃくちゃレベルの高い、技術力の高い。やっぱりこの村の男子めちゃくちゃいいんだね。すごく優秀なんだね。素晴らしいわ。はい、そして奥の部屋へ。お、奥の部屋はキッチンになってるんだけど、ちょっと待って、なんかめっちゃ覗かれてる感なんだけど。超覗かれてる感なんだけど、なんか落ち着いて食事できなくない？落ち着くのあれ。ね、めっちゃ見てるよ。超見てるよ。もう目の前だよ。背中を向けたらまあ、あ、こんにちは。背中を向ければまあ気にならないのかもしれないけれど。でもこういう空間で一人で食事ってちょっと寂しいな。家族おるんかな？一人暮らし？まさかの。え、辛い。辛い。はい、そして右側の部屋へ。あ、こっちからじゃなかった。あっちからやった。はい、右側の部屋へ。え、ちょっと待って、行けなくね？え、行けなくね？こっちからやった。あっとりやん。くそ。お、右側は、植物がめっちゃいっぱいある。これは？お手伝いさんか何かが世話をしてくれてるの？もしかして一人で世話までしてるとか。いや、こういうのってすごい思うけどさ、こう、主婦の人とか、あとは、まあ、もう仕事も辞めとって、こう、悠々自適に暮らしよる、おじいちゃんおばあちゃんとかが庭の管理をしたりとかっていうのをよく、ね、見聞きするけど、すごいよね。絶対こんなん続かんねえけど、私。あー、今日、水やりめんどくせえなーって思う人が絶対あるやん。絶対続かんわ。植物育てるなんて、絶対下手くそな気がする。枯らしまくりそう。だけど水やりを、なんかそんなに定期的にせんでも育つ植物みたいなのあるやん。ああいうのを育てたい。それでもやっぱり植物はちょっと家に欲しいかなとは思うけどね。はい、上の階へ。ほ。上はなんだかすごくゴージャスなんですけど。超ゴージャスなんですけど。何このプレゼント？誰からもらったプレゼントなの？え、やっぱお金持ちだから、工房にファンがいたりとかするんですかね？もしかしたらなんか、家康くん目当てで通いよる、パン屋さんに。家康くん目当てでパン屋さんに通いよる女の子とかおるんやないん？で、これ受け取ってくださいみたいな。買っていくパンよりも高価な品物が届いたりとかするんじゃないん？やば。やば。はい、そして、地下へ。うわー、なに？もう、車3台も持ってんの？やめてよ。やめてよ。車3台にバイク1台に自転車2台、いらんやろ。いらんやろ。とりあえず、私、基本的に移動自転車やけんさ、いい自転車ちょうだい。いい自転車ちょうだい。これもしかしてあれな？こうさ、ここで、なんかこういうさ、高級車とかって乗り寄る人ってさ、なんか、自分の車を眺めながら、自分の車を眺めながら、こうコーヒーを飲んだりとか、なんだなんだ、金持ちの趣味だな。優雅すぎるんですけど、でも整備とかもちゃんと自分でするんやね。その辺はすごいな、やっぱり。優秀。なんなの？なんか銀の盾があるんですけど。やっぱこう、お金持ちでも、ちゃんと自分自身に能力があったりとか、そういう人は、そこまで嫌味にも見えんよね。単純にすごいなと思うわ。え、そして、お、なんかすごい、こういう感じなんやね。
なにこれ。クラド、ああ、クレイドルパーク。なるほど。公園や、公園。こんな感じで、ちょっとした公園が、まあ、みんなの子供が生まれたりだとか、まあ、結婚してる、ゆりきち村長さんね、もし子供が生まれたら、ああいうところで遊ばせるんだろう。そしてこのあたりが、まあ、このアルパカ前、あ、結構なんかね、あ、すごい、これ池の中に、池の中にやん。めっちゃ良くない？この辺がすごいハイスポットらしいです。イルミネーションも多いし、いやー、いいっすね。こんな感じで。クレイドルタウン。いいね、いいね。こう、なんか、至るところに看板が置いてある。あ、さっきこの村のアイドル、ジュンくんいたわ。ジュンくんの家はどのあたり？これかな、ジュンくんの家。違う？工事、全然違った。ジュンくん家はどれですか？ジュンくんの家の右側から愛を囁きよるらしいけんね。どんな感じなんかを私も体験してみたい。ジュンくんの家、ジュンくんの家。どれだい、ジュンくんの家は。全くわからないんだけれども。リッキー。これチャスじゃない？違った。オクタロウやった。全然違う。あ、これや、ジュンくんの家の右側。なんか音符落ちてあるよ。大好き。これやね、村長さんの気持ち。あ、なるほど。ここから愛を囁きよる。これのことやね。あ、なるほど、なるほど。そういうことだ。なんかこう、一人一人のさ、家の間にこう、池があるんよね。なんかすごくない？可愛くない？なんかいいよね。この村はすごい、水に囲まれた村やね。めっちゃ潤いそう。超潤いそう。んでほら、こういうところも。いいな。植物と水が多い。クレイドル。なんかすごいいい感じや。お肌にも良さそう。超良さそう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか部屋の中はすごい生活感溢れつつ、めっちゃ個性も出とって、そして何よりこの村の男の子たちがめちゃくちゃ有能だということが分かった。で、村の外もすごいね、綺麗で、いいな。いいな。